岩手医科大学附属病院は、岩手県市和郡矢浜町にある病院であり、学校法人岩手医科大学の大学附属病院である。特定機能病院。病院の理念は、誠の精神に基づく誠の医療の実践。2019年9月20日までは、森岡市内に附属病院かを置き、同年9月21日に矢浜新附属病院へ新築移転した。 母体は1897年に私立岩手病院としての開設に遡る。1928年2月14日、財団法人岩手医学専門学校付属病院として開設された。1952年、新生岩手医科大学発足に伴って岩手医科大学付属病院へ解消。1967年、私学部付属病院が開設される。 1980年、岩手県と共同で、岩手県康事救急センターを開設。なお、岩手県康事救急センターは2001年に、岩手県高度救命救急センターへ改称、運営主体が、岩手医大となった。1997年、岩手医科大学附属循環器医療センター開設。2009年に、岩手医科大学附属病院へ統合された。 2019年9月21日に森岡市内丸から市和郡矢幡町大技藤沢に移転する予定が発表された。森岡市内の現存地には病院機能の一部を残す計画である。2019年9月21日に仮称矢幡新付属病院への移転、会員に伴い森岡市内丸での旧、 付属病院での救急受け入れと緊急手術は9月19日から停止、外来は同月20日を休診とする旨が報道された。また2019年9月21日当日は、内丸の旧付属病院周辺において、交通規制が実施された。循環器医療センター出店岩手医科大学付属病院が運営する岩手県の 高度救命救急センター2019年9月21日より JR は森岡駅、八幡駅、日詰駅間で朝に臨時列車を当分の間運行する2019年9月20日より八幡町市街地循環バスの試験運行が開始された八幡駅と八幡新病院他を結ぶ平日のみの運行2019年9月24日より 岩手県交通の路線バスがダイヤ改正、八幡新病院に乗り入れが開始された。2019年9月24日より、花巻駅石取屋駅八幡新病院を結ぶ利用者連絡バスが運行開始された。2019年9月24日より森岡駅八幡新病院、八幡駅を結ぶ岩手県交通のバスも利用可能となった。東北自動車道。 八幡スマートインターチェンジより、約12分。森岡駅より、路線バスで、中央通り1丁目、意外内丸メディカルセンター前バス停下車、徒歩、約2分。森岡駅より車で、約10分。岩手以下大学附属病院アクセスも参照。いずれも2019年9月25日閲覧。ありがとうございます。